経歴。樋口一葉は1872年に東京に生まれた女性作家です。幼い頃から読書好きで、14歳で歌塾萩の屋に入り、和歌や古典文学を学びました。しかし17歳で父親が亡くなり、多額の借金と家族を背負うことになりました。生活のために小説を書き始め、1894年に竹比べを発表して文壇の注目を集めました。その後も濁り絵十三夜などの名作を残しましたが、1896年に肺結核で24歳で亡くなりました。名前の由来、樋口一葉の本名は夏ですが、本人は夏子夏夏と名乗ったり自書したりすることが多かったといいます。一葉という筆名は中島歌子から送られた一葉の切手帳から取ったとされます。一葉は一枚の葉という意味で、自分の才能や人生の儚さを表しているとも言われます。人物と思想、樋口一葉は貧しさや女性としての不遇に苦しみながらも文学に情熱を注ぐ人物でした。彼女の作品は社会の下層に生きる女性の悲哀や恋愛を叙情的に書き、当時の社会への批評性も含んでいます。彼女は自分の境遇や感情を率直に表現することで読者から共感を得ました。彼女はまた古典文学や和歌にも造詣が深く、その影響が作品にも見られます。生前のエピソード、樋口一葉は生前に多くのエピソードを残しています。以下はその一部です。15歳で歌塾萩の屋の8階で最高点を取り、中島歌子から特別に目をかけてあげてほしいと言われた。18歳で許嫁だった渋谷三郎と婚約解消した。渋谷は自由民権運動家であり、政治的な理由もあったという。21歳で駄菓子屋を開業したが失敗し、店を閉じた。この時期に龍泉寺町で見聞きしたことが竹比べなどの作品に反映された。23歳で森鴎外から竹比べを絶賛され、鴎外先生よりお手紙頂戴しましたと日記に書いた。24歳で肺結核が悪化し、病床で我からを書き上げた。最後の日記は今日も晴天なりという言葉だった。没後のエピソード、樋口一葉は没後も多くのエピソードを残しています。以下はその一部です。一葉の死を知った森鴎外は彼女の遺体を見舞いに行き、医師としての診断書を書いた。その後彼女の作品を文学界に再掲載し、追悼文を寄せた。一葉の墓は杉並区泉の本願寺墓所にありますが、その墓石は彼女の友人である田辺果歩が建てたものです。果歩は一葉の死後も彼女の作品を広める活動を続けました。一葉の日記、一葉日記は彼女の死後に発見され、1897年に出版されました。この日記は彼女の人生や思想を知る貴重な資料となっています。一葉の作品は没後に多くの本案や映像化がされました。代表的なものとしては1920年に発表された鏑木清方の絵本竹比べや、1955年に公開された成瀬幹雄監督の映画濁り絵などがあります。評価、樋口一葉は生前から没後にかけて高い評価を受けています。以下はその一部です。森鴎外は竹比べを、この小説は日本文学史上に残るものであると絶賛し、一葉さんは日本で最初に小説を書いた女性であると述べました。菊池寛は濁り絵を日本文学史上最高傑作と評し、一葉さんは日本で最初に恋愛小説を書いた女性であると述べました。川上美恵子は十三夜を日本文学史上最高傑作と評し、一葉さんは日本で最初に自伝的小説を書いた女性であると述べました。大江健三郎は我からを日本文学史上最高傑作と評し、一葉さんは日本で最初に自己分析的小説を書いた女性であると述べました。栄典、樋口一葉は没後に多くの栄典を受けています。以下はその一部です。1948年に文化勲章が追贈されました。1984年から2004年まで五千円札の肖像として使用されました。1996年に生誕125周年記念切手が発行されました。2004年から2012年まで国際ペンクラブ会長賞が樋口一葉賞として授与されました。